日本キリスト教団鳥取協会は、鳥取県鳥取市西町にある日本キリスト教団の教会で、旧組合協会系の教会である。熊本バンドの加藤雄二郎が同志社へ学校に入学し、鳥取出身の吉村修造に出会う。明治12年に吉村の招きで、加藤は鳥取を訪れる。そこで40日間にわたる鳥取最初の伝道活動を行う。 その後、吉村修造が、金森通林、綱島義和、元良雄二、城代地震、JH デフォレスト、O ーケリー、イータルカット、ジョージローランドなど、アメリカンボードの宣教師が伝道を助け、明治13年の教会の設立に関わっている。明治15年には、元大町一丁目の綱島柿吉、岡垣春六、 ホリリゾーラが UI 会という旧道者の集まりを結成した。明治16年、若狭町の借屋で説教所を開校する。この集団は、明治19年、鹿ノ街道の章やマータベーの家で集会を持つようになった。この5ヶ月後に、日本記伝道会社から城大知震が招聘され、初代牧師になった。教会は、元坂名町の石井邸に移転した。 タルカット宣教師は鳥取に長期滞在し、1887年には教会をバックに鳥取英和女学校が設立された。しかし、財政難により15年で閉校する。明治21年にアメリカンボードのジョージ・ローランド宣教師が鳥取に赴任する。明治22年3月24日、ローランド宣教師のもと友愛会、青年会、 英和女学校の生徒にリバイバルが起こり、120人が洗礼を受け、300人収容の教会堂がいっぱいになった。これらの教会活動の中で、うちがただし、尾崎慎太郎、西尾幸太郎、森脇武蔵などの人材を生んでいる。1916年にアメリカンボードの婦人選挙エステラ校が赴任すると、強制が拡大する。校を中心に、 熊本バンドにあやかって、鳥取バンドと呼ばれる集団が形成された。昭和18年に鳥取を自身で被災するが、教会のメンバーが復興に大きく貢献した。近年では自由民主党衆議院議員、石橋茂の所属教会として知られる。守る百142から143ページ、守る百143ページ、守百四143、144ページ。ありがとうございます。